塵も積もれば山となるというように、一つ一つの作業量は少なくても、たくさん溜まってしまうと、なかなか大変な作業になってしまいます。こうなると、こんにちは。株式会社即決営業、営業コンサルタントの江本です。日々の営業活動お疲れ様です。 突然ですが、皆さんは、ほぼ同じ条件だったにもかかわらず、他社比較の結果、他社に契約取られてしまったという経験はありませんか提案に問題はなかったのに、なぜお客様は他社を選んでしまったのかこれが解決できるなら、もっと契約率が上がるのに、と思いますよね。今回はそんな方に向けて、営業におけるレスポンスの重要性をお話しします。これを知れば、 あなたもできる営業マンだとお客様から信頼され契約率やリピートをどんどん勝ち取ることができますよ。気になる方はぜひ参考にしてください。お客様からの問い合わせに対するレススポンス今はメールなどで行っている人がほとんどですよね。手軽でどこでも返信できるのが便利ですが、だからこそこのレスポンスにはある重要な要素があります。 それが速さです。皆さんはお客様から質問が来た時についつい先送りにしてしまってお叱りや催促を受けたことはないですか実は多くのお客様はレスポンスが遅い営業に対して非常にネガティブな印象を持ってしまいます。その理由は主に3つ。1つ目は 安心感が得られないから、レスポンスが遅い営業は、もし商品が壊れても迅速に対応してくれないかも、という不安をお客様に与えてしまいます。二つ目は、ストレスがかかるから、多くのコミュニケーションが必要となる営業の場で、いちいち 営業側の反応が遅くては、やきもきしたり、不安になる時間が増えてしまいます。そして、三つ目は、やる気が見えないから。プライベートでも、友人を食事に誘った時、返信まで時間がかかると、本当は乗り気じゃないのかな、と思ったりしますよね。レスポンスの速さは、その人のやる気を測る、バロメーター。 と捉える人が多いのです。ですから、ビジネスの場でもレスポンスが遅いと、単純にやる気がないと判断されてしまいます。いかがでしょうかレスポンスを後回しにしがちだった方、まさにそれが原因ですよ。ぜひ今日から改めていきましょう。では、どうすればレスポンスを早くし、お客様に選ばれる営業になることができるのでしょうかこれからそのコツを2つご紹介しますね。レスポンスを早く返すコツ。1つ目は、 小さな仕事ほど即対応です。営業しているとお客様から資料をくださいとか参考資料をくださいと言われることがよくあると思います。この時あなたはすぐに対応していますか資料や情報の送付はそれ自体そこまで手間がかからない小さな仕事です。しかしだからといって忙しかったり他に重要な仕事があるからと後回しにしてしまってはいけません。 塵も積もれば山となるというように。 一つ一つの作業量は少なくてもたくさん溜まってしまうとなかなか大変な作業になってしまいます。こうなるとミスや漏れも起こりやすくなりとても危険。お客様からもこんな簡単なレスポンスもできない営業というレッテルも貼られてしまうでしょう。もし自分がすぐに対応できない場合は内勤の社員などサポートしてくれる方とうまく連携をとって対応できるような仕組みをぜひ作っておいてください。また 営業時間外の対応も考えておくと、お客様を不安にさせることがありません。自動応答メールを設定して、営業時間外のため、後日の対応になるということをきちんとレスポンスするようにしておきましょう。レスポンスを早く返すコツ。二つ目は、メールの便利機能を駆使する。 です実はあるデータによればビジネスメールの返信を1日以上待てないという方は全体のおよそ71%いると言われていますつまりメールの返信が1日以上かかるというのは営業にとってアウトだと言っても過言ではないのです必ずメールはその日のうちに返すのを徹底しましょうそのため便利なのがメールやスマホに備わった機能を駆使することです例えば 返すべきメールがいつの間にか埋もれてしまって分からなくなってしまうという方におすすめなのはメールのフラグ機能。LINE であればピン止めという機能ですね。これで大切なメールをきちんと区別しておけば後から漏れなく返信を行うことができます。またメールを返す時間がないという方におすすめなのは音声入力機能や定型文の登録です。これらを使えば一文字一文字打つよりも 大幅に時間を短縮できるので、商談の待ち時間などにもちょこちょこレスポンスを返すことができます。毎日毎日メールは山のように来ますので、返信を1日先延ばしにすれば、次の日は2倍の作業をしなければいけません。メールをその日中に返すことは、 お客様だけでなく自分のためにもなることなのでぜひ工夫していきましょう。今お伝えしたコツはとても基本的なことかもしれません。なんだそのぐらい知ってるし気をつけるようにしてるよという方もいるでしょう。ただあなたはどんなに忙しくてもすべてのお客様に対してこのような対応が完璧にできていますかできない営業は何かと言い訳しながらこれを徹底できていない方が多いです。その結果 多くのチャンスを失い、取れるはずだった契約を逃してしまっています。これは非常にもったいないですよね。レスポンスの効果を甘く見ている方はいつまでたってもトップセールスマンにはなれませんよ。素欠営業いかがでしたでしょうか今回はレスポンスの速さの重要性についてお話ししました。まとめますと、レスポンスの遅い営業はお客様に不安やストレスを与え、できない営業、 といいうイメージを持たれてしまいますレスポンスを速くするためには小さな仕事ほどすぐ対応するよう心がけたりメールの便利機能を駆使してその日のうちにレスポンスを返すことを徹底しましょう。ということでした今日お話ししたコツを活用することであなたはできる営業マンとしてお客様に信頼され契約率やリピートを勝ち取ることができます。そうして 安定した契約率が続けば理想としているお金の悩み。 のない生活もさっとと手に入ることでしょう一緒に頑張っていきましょう我々株式会社即決営業では YouTube 以外でもさまざまな形で営業マンの方にお力添えをしております営業に関する具体的な技術を知ってもっと売り上げを上げたいという方はこの動画が終わったらすぐに即決営業の公式 LINE に登録してください即決営業公式 LINE に登録するとあなたの営業力が上がる 3つのプレゼントがゲットできます。また、東京、大阪、ウェブで、即決営業無料体験セミナーを行っておりますので、ぜひご参加ください。公式 LINE 体験セミナーともに、詳細は概要欄にありますので、ぜひチェックしてくださいね。本日は以上になります。株式会社、即決営業、営業コンサルタントの栄本でした。ありがとうございました。この下の概要欄から、公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。 今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。